石澤志保は、日本の元女子、スピードスケート選手。専門は長距離。バンクーバーオリンピック、ソチオリンピック日本代表。トランシス所属。北海道中札内村出身。中札内村立中札内小学校、同中学校を経て、駒台苫小牧高校に進んだ。高校卒業後は、岸本医科学研究所に所属。 全日本スピードスケート選手権大会で2005年2006年と4位入賞を連続で果たし2006年20歳で ISU ワールドカップに初出場2009年の世界距離別スピードスケート選手権大会に出場し 3000m17 位 5000m14 位翌年のバンクーバーオリンピックにも出場し 3000m15 位 5000m では9位となった なお、チームパシュートでは控えメンバーであったため、銀メダリストの一員になれなかったが、小平奈緒と保住雅子が、これはイッシーと一緒に取ったメダルとメダルを首にかける計らいをしてもらったという。バンクバーオリンピック後、所属先が廃部となりフリーに転校したが、不振が続き、スケート連盟の強化指定選手を外れた。2011年10月にトランス所属となり、 復活劇を遂げた。2013年11月29日にカザフスタンのアスタナで行われたワールドカップ第3戦5000メートルで4位となり、ソチオリンピック代表が内定した。ソチオリンピックでは3000メートル9位、5000メートル12位となった。2014年4月18日に現役引退を表明。そして半年間イギリスに留学。 2015年4月に、帯広親短期大学に合格、2017年に卒業し、栄養士の資格を取得。同い年の親友である小平の希望に応じて、藍沢病院所属となり、練習や食事面でのサポートを行うことになった。ピョンチャンオリンピックまでの1年間の日々は、奈おを支えてきたっていうよりも、競技人生に寄り添ってきた感じであったという。また、 やりきった顔が見られればいいと思っていたとも述べている。ピョンチャンオリンピックで小平は500メートルで金メダルを獲得。実際にキラキラ輝くメダルを手にした名を見て、さらに喜びが込み上げてきました。感無量と涙ぐみ、喜びを分かち合った。ありがとうございます。